は、似顔絵スクール星の子の主任講師小川原智子です。マスターコースを始めます。星の子の可愛い似顔絵をポジション式で一緒に勉強していきましょう。で、このくらい、それで、2分ぐらいでこのくらい描いてもらって、それでこの線まで入ったところでこんな感じっていうとこでしょうかね。ユイナって書いてありますね。勝手に名前つけちゃったの。確かにユイナっていう人に決めました。でここまでできてますね。皆さんも多分これ大体何分ぐらいでできたかちょっとその下書きを大体全然2分なんか。でもそんな構わない。今は使うだけ使っちゃって構わないんだけど、大体いや全然15分ぐらいかけて、何分ぐらい、多分15分ぐらい。あ、分かりました。で、そうなのかな、皆さんここの段階ですしたら、これこれからだんだんそこを短くしていこうと思ってます。で、今はもう割と早いと思うんですよ。下書きができてると、もうこの時間は何分ぐらいですか。その時間は初めては、あ、そうでしょ。ここは実はここはね、短く済むんですよ、すごく。で、ここをいかに短くするかが早く書くコツなんですね。当たり前だけど、でここはだいたい今もしね5分かかってるとしたら、まあ、縮めることももちろんできるんだけど、もうすでに割と短いの、ペンはで慣れていけば、ここはもう慣れていけばもっとただ慣れていけば早くなります。綺麗な、それにどんどん綺麗な線になっていくし、たくさん書けば。でこの次の段階の色も悩まないで、このペンと同じで悩まないでどんどん進めればもう早くなります。今水彩になれるっていうことでまず時間がかかってるかもしれないけれども、水彩になれればここも早くなります。で、私としてはここをいかに縮めるかが、まあ、席書きとか仕事でやるときの大切なことだと思ってます。で、ここは綺麗な線を出すってことがすごく大切で、次のここは水彩になれるってことが大切なので、ここまでは皆さんもできると思って、色の早く塗るやり方とか、効果的に塗るやり方とかをやっていきたいと思うんですけど、まずそこに書いてあるもので練習はしていこうと思うけれども、その前に色を作るっていうことをやりたいので、ここにある適当な赤みがあるので、これで必ず舞肌色を作りたいと思います。で、舞肌色っていうのはいろいろあるんだけど、もうすでに決まってるっていう人はいたら、それ使ってほしいけど、まあ、私のおすすめはこれと、まあ、透明水彩ですね。透明水彩を、まあ、こういうのに作っておいて、今日はこれでいっぱい描くときこれでやろうと思っているので、最終的にこれに10枚ぐらい塗れる分量を作ってもらおうと思いますけど、まずはまだできこのくらいの濃度だなっていうのができてないと思うので、この大きいお皿をちょっと使って自分の好きな濃度っていうのを作ってもらいたいと思います。で、まずこれ持ってない人はもうジョンブリの2なんですけど、どこのメーカーでも大体構わないです。透明水彩っていうところが大切なんですけども、透明水彩それでは構いません。私が持ってるのも多分これだと思うんだけど、みんなのジョンブリアの2だと思います。ちっちゃいか、ちっちゃくても全然構わない。で、これでまず1枚分ぐらい塗れる量をここに自分で作ってみてください。1枚分、うん、それを、あ、すいません、刺しすぎて、自分でこう軽く1枚分かな。もう1枚分は、で、ここの濃度、スポイトでもいいし、こういうふうに
してってこう特でもいいんだけど、1個を特にして1個を上に入れるようにしてもいいし、まずこのベースの色をしすぎた、それどのくらいがいいかっていうのは、これ薄いのが好きな人と濃いのが好きな人がいて、私は基本的に濃い方が好きなんですけど、自分は好みでこの頃ちょっと薄くなってきました。前はもっとめっちゃ濃かった。よく溶いて、溶いたら、そこにある紙ちょっと塗ってみて、全部じゃなくてもちょっと塗ってみて、まだいろいろ濃度を試すので、もうこんな感じかなっていう感じする。どう？この間に自分の濃度ちょっと少し、でもあの皆さんは割と薄いタイプだと水多分使うタイプになっていくかなと思いますね。ちょっと濃くしてみたら、はい、私はこのぐらいだっていうのをちょっと、なんか新しいこのデカミンクでちょっとやってみて、結構水っぽいです。あ、そう、でもこのぐらいで大丈夫です。これ水が持っていた、つけないかも。ちょっと体質があるので自分ので、あんまり薄い濃いは体質だな。で、一番楽なのを教えると、今これが透明水彩なんですけど、透明水彩っていうのはこういうのが普通の桜とかペンテルなんですけど、ちょっと多分持ってないだろうから、この小さい方に出していきますね。白で縫いとくぐらいして、あとちょっと生え際とかこういうのちょっと縫っといて、
普段塗ってるだけなんですけど、なんかでただ、まあ、一番白いところだけはちょっと残すけど、それ以外は全部ベタ、ほぼベタですね。で塗ったんですけど、一応簡単になんかちょっと影があるんですね、簡単に。これだと、なんていうのかな、違和感がない、まあ平面的ではあるけど、少しちょっと調子がついてるなって感じで、この肌色とこの肌色が、うんと違うと扱いづらくなってくるので、このくらいでもまあ、OK としましょう。で、もうちょっと頬の色とかつけたいなっていう時は、まあ自分で、このちょっとオレンジ系なんですけど、オレンジ系をもうちょっと濃くしてってもいいし、この頬のあたりとか、あと男の人だったらこの辺をこの時点で塗っちゃってもいいかなと。で、耳のどっかちょっと赤いとこがあったりするので、こういうとこちょっと入れたり、この時点で手とかももう塗っちゃっていいんですけど、指先とかちょっと隠しとく方がなんとなく手っぽい感じがするので、こんな感じで塗ったりするぐらいで、これやるのはこれだけって決めとけば、多分今説明しながら塗ったので2、3分かかってるのかもしれないけど、顔だけで1分かかんないと思うんですよね。もうその塗り方をまずやってみようと思います。このオレンジは自分で自分のパレットでちょっと作っておいてください。これが薄々ので、これが不透明の桜とか何でも構いません。で、これがちょっと自分なりに頬の赤みを作った色っていうふうに3つ作っておいてもらって塗っていくっていうのは、もうこうこれ決めちゃうと、もうそれをやるだけなのですごい楽ですね。一つ一つ考えたり、肌の色をこう見てどっちに影が入ってるだろうとかじゃなくて、もうお決まりで塗っていく。もしイベントとかで後ろから光が来てて、お客様の顔が逆光になっていようが、逆光で描くわけじゃなくて、もうこれだっていう風に感じですね。じゃあそれ作り終わったら、あ、それ大丈夫、もう描けたね。じゃあこの人で、じゃあちょっとざっくり見せますね。どんな感じでいくかっていうの、まあ大きい丸とか三角で捉えて、もうちょっと名前とか入れて、名前とか文字とかをちょっと入れる場所を決めて、その後、まあ、ペン入れをして、その後、今言った濃いめの好きな、まあ、決めどころですね、決まってる。私はこの辺を塗ることがあるんです。丸みのある人とか。で、この子は丸いのでここに入れてますけど、キュッキュッキュとか、男の人でこう入り込んでる感じとかだったら、こんな丸くしないで、1、2、3ぐらい入れるかな。っていうことはありますけど、この後、今言った、まあ、白っぽいであろうところを光っぽいところは抜いて、肌色全部切る。そしてちょっと赤みを入れたらいいかな。こういう赤み入れた方がいいかなと思うところだけ入れていく感じです。ちょっとこれ印刷の加減でこんな色なんですけども、プリントアウトなので、もうちょっとオレンジっぽくていいんですけど、っていう感じで肌色は塗っていけばいいかと思います。で、これだけが本当の色紙なんですけど、ちょっと色だから違うでしょう。違うんですけど、今の3つやるだけで結構